こんばんは。前回の続きやっていきます。まず大抽選会イベントやってるんで、まずこれやりますかね。9回できます。ガラガラ回ってるね。あー、無理だな。これは後でガチャ回しましょう。あ、それとちょっと動画撮ってないんですけど、この一番上のね、特徴かな、これ明日ね、1枚引けるやつね。このグレード100以上星5確定ガチャ、これね出てるんですよ。動画には撮ってないんですけど、これも後で回します。これがね、3回ぐらい回ったら出ましたね、特徴。1回じゃちょっと出ない。2回とかだったら2等1等出る可能性が高いんだけど、あ、ダメね。この回った回数、このなんていうんですか、ガラガラっていうのかな、ダメだ。まあ、明日引けるんだけど、ここにどんどん溜まっていきますね。ダメだ。出ないですね。明日はね、この6枚引けるんですよ。プラス1日になんかねもらえる回数があるんで、8回ぐらい引けるんじゃないですか。お、あー惜しい。2回でちょっとね、3回回ってくんないと。残念、出なかった。それとコインマーケットで、今アニバーサリーコイン交換所っていうのがあって、まあ、3周年のねイベント でこれでね、今ね18枚になったんで、全部だいたいここら辺ぐらいまで交換できますね。まずプレミアムボール、これ全部交換して、次フォーメーションもいけるでしょう。433ね、これ持ってない、自分が持ってないフォーメーションですね。これも持ってない。これも352だけど、こういうフォーメーションないんで、これも交換で。それとあとこれエンブレムね、交換しようかな。3周年の、まだ残ってる。ここはまだちょっと日にちがあるんで考えてしようかな。ちょっと欲しいのは特にないんじゃないですけどね。さっき手に入れたエンブレムはね、ここで編集で交換しました。今入れてます。でここはね、ユニフォーム、ホーム用とアウェイ用ですね。ホームはね、スペインの2部のマジョルカかな、いうチーム入れてます。アウェイはこれイベントで手に入れたやつで、これは2周年記念かな、これ激坂のユニフォームですね。ちょっとチケットあるんでガチャやっていきましょう。まず3やって、最後にこのグレード100以上確定ね、最後にしましょう。まず 3確定のやつかな。瞬間期待を込めて持ってるやつ0。さあ行ったぞ。ないかな。あー持ってないですね。星さんは持ってるかもしれないけど使ってない。瞬間運命のシュートが今どうだ。ない、アルゼンチン代表。ニューだし。この瞬間期待を込めてどうだ。あ、持ってるけど使ってない。の瞬間運命のシュートが今。せっかくね、あのカードの枠増やせた。あ、また出た。持ってないけどね、使ってない。超の瞬間期待を込めて。カードの枠がね、今ね全部で600枚ぐらいになってるんだけど、もうこれでも足りないですね。おお、いいね、出たけどちょっと今はいいかな。103のねロナウド持ってて、その上があるんですよね。その時に使いたいね。あのフュージョンしたの時にセンスっていうのがつくんだけど、それはね1からなるんですよ。例えば100、今103持ってて、100仮に104が出て、
103を104に移植してもセンスはまた1からなるんで、5枚全部でね、5分の5に しないといけないから4回分素材がいりますね。超の瞬期待を込めて。でもラッキーだね、出たから。どうだ、おお、出や。もとりあえず今んとこいいかな、これも。とりあえず持っとくけど。超の瞬間期待を込めて。でも結構悪くない。キラが出てほしいね。さあ行ったぞ。キラ出ないか。スアレス。これどこ？違うね。クロアチア。顔が似てたけど、スアレス違うもんね、そもそも。あの国が。緊張の瞬間、運命のシュートが今。頼む。どうだ？待ってね、ブラジル代表。打てない。緊張の瞬間、期待を込めて。どうだ？出ろ。ああ、コーチーニョか。持ってるけど。なんか全然使えないんだよね、今持ってるやつが。じゃあ10杯やって30杯やって100以上やりましょう。緊張の瞬間、出ないかな。おお、ずれだ。4処分ですね。処分すると LB ってポイントが500ですね。5万になるとレベルの上限値を1上げることができます。緊張の瞬間、運命のシュートが今。おお、出た。通常ですね、92以上97以下、スタンドの旗が普通なんで、グレード普通のやつが出ます。はい、いらないかな。すごいね、名前が。ナイタンなんです。じゃあやりましょう、100以上。もういいやつ出ないかな。旗、わかります？金色になってるでしょう。これもね、いいのが出ますけど、できたらグレード104とか105くれ。いいのくれ、頼む。あ、100か。100で100、残念。いや、いいんだけどね。ミューなんだ。ディフェンダーか、悪くはないけどな。これ今出たこのグレード100のこのジョルジョ・キエリーネ、リーニ、ジョルジョ・キエリーニってやつね、キラカードがあるんで、強くなるわ、相当。しかもセンスが3つつけれる。これでね、キラに変わるんですよ、これが。つけると、まず。これが、すごくいいカードになるな。103とかぐらい、103とか104ぐらいのノーマルの数と一緒ぐらいの。これはこれで育成しないといけない。あ、D だ。まさかこれは。残念。演出はね、最初が D、次が C で、最後に行くと A か B つくんですけど、この持ってる線、あのスキルか、スキルがね、A しかないんで、B とかついた場合はちょっといらないのが多いですね。B でもね、この EP ナンパアップとかいうのがあるんですよ。それだったらいいですよね。ただ B のスキルに関係あるやつだったらちょっといらないかな。なんか今つけ。これちょっと育成しよう。あー。やりましたー。また。あー、なるほど。今のあのカードについてたんだ。あの、今つけた、移植したやつに、あの、もともとね、重ねてたってことでしょ。センスが2個あるから。1枚。頼む。いいのついて。この次行ったら C だけどね。うわ、D しかつかない。やりました。いや、おおおお、LB ってポイントを5万以上にしたんで、レベルの上限値を1上げますかね。今ね、このサムエルっていうのをね、育成していってます。
レジェンドカードでレベルね90まで持っていきます。通常のカードだったら例えばロナウドとかだったら80までしか持っていけないんだけど90まで持っていきます。ちょっとね展開特化しようかな。今84がね今度85かな、今ね7652で85で8140、488かな、うん、結構上がりますね。いいね。今やってるのはねこのロードトゥグローリーでライバルマッチ、あの試合してライバルチームが出てくるってやつですね。他はね終わ、あとタイプリミテッドマッチが始まってるねぐらいかな。これはね選手にねタイプがあって、テクニックとかパワーとかスピードとかそれでチーム組んで試合するってことですね。ねデッキがね例えばパワーだったらパワーの選手でデッキ組むんですよ。この丸ついてるやつねこれパワータイプなんですね。でこのびっくりマークはね全然違うの今デッキに入れてます。でこれで試合するっていうことです。試合1試合やってみますかね。勝てるかな44。とりあえずやってみよう。強い、あ、いけそうな気がするな。自分のチームのフォーメーションは433ですね。これはボランチ2枚かな自分のところ。今メインで使ってるのはねトップ下2枚にスタジアムから中継をお届けしてまいります。さあゲームが始まりました。通常はね画面右下早送りしてるんですけどフリーキックです。まあちょっと圧倒的に勝てそうだったら飛ばすんですけど。シュートキーパー、 OK、 いいよ。あと 2,3 点取ったら飛ばしましょうかね。悪くないね今のところ。さあゴールを奪った後のキックオフとなります。まるで鉄壁かわして、お、いいよ悪くない。これはゴール。レバンドフスキとか全然使ってないもんね今。機械にもいないと思う。あのメインの方のデッキはね97なんですけどもうね100以上のやつが出回ってるんでちょっとね弱いかな。前はやばい。 OK 右メッシで真ん中ロナウドで左にスターリングって97入れてるんですけどキラカードなんで使ってますね。これはオフサイド。レフリーよく見ていました。 BCM はこの BCM が一番好きかな。いい切り込んでシュートお願い。抜いた。クロスボール。いいかもね。これは決まった。 OK。 ルカクも使ってないな。控えでは入れてるかも。とりあえず一旦ここで飛ばします。試合は勝ちました、6-0 だったかな。これでこれだったらプレミアムボールもらうんだったかな。報酬で、まあ、こういうイベントですね。タイプごとに、まあ、デッキ組んで試合するっていう。でこのロード2グローリーは前回動画でアップしたんで試合してうまくいけばライバルチームが出てきてそのライバルチームに条件があるんですよ。それも例えばパワータイプしろとかねスピードタイプでデッキ組めとか、あ、全部じゃないんですけど6人入れろとかねなんか決まってて、でスキルを10回出せとかね、でクリアするとそれでそれに応じてポイントもらえて報酬が出るみたいな感じのイベントですね。こっちはランクマッチですね。ここはね1回リセットされて残り3日でまあレベル4以上キープするとまた次回もリセットされた時にこのダイヤモンドっていうところのレベル1からできます。だからねレベル5になってるんでここからね0になっても落ちないんですよね。次回もダイヤモンドができます。ここにね、月の頭に補充されるんですけど今ちょっとないですけど超ブースト保持するとかゴールドの保持するとか出てくるんでそれをね交換しますね。ここでそのためにねこのコインが必要になってきます。試合しましょうかね。これね2失点以内に抑えるってこれ自分のチャレンジなんですけど可能だったらミサンガ使って倍にするんですけどもうね4以上なんで使いません。で BP は5使いましょうかね。試合に勝ったら600
かけ5で、さっきの2失点以内に抑えるっていうのも成功数、そのポイントも入ってきてかけ5になりますね。試合に負けたらマイナス900かけ5ですね。うわ、めちゃくちゃ強い。これはちょっともう一方的にやられると思います。強すぎるな。この横に使ってついてるこの王冠のマーク、これね、特殊なやつなんですよ。特殊なスキル持ってる選手が 1,2,3,4,5 人もいるわ。めちゃくちゃ強い。自分は2人しかいないんですよ。ロナウドとデヘアは持ってま す, 間もなくです。ちょっとね、通常のスキルとはまた別にスキル持ってるんですよ。さあキックオフ。これはちょっとボコボコやられそう。やめて。ガードは出ません。オッケー。いいキックです。なんかこうディフェンダー、あのレジェンドのさっき作ってたサムエルとかね。ここ持っていく。いや、さっきあのグレード100でキラーにしたんですか。早く入れたいわ。まあ全然できてないんで。止めた。一旦預けて。ちょっとなんかまだ一方的になってないけど。サイドから抜いた。シュート打って。シュート。決まった。いいよ今のとこ。まあ、この後逆転されるとは思うんですけど、悪くない。キックオフです。取れたな。やばい、やめて。まるで鉄壁。オッケー。奪った。やばい。あー、イエローカードです。フリーキックです。何が出てこないんだ。やばい。シュート。いやー、と決められてしまいました。で住んでるのはまあ悪くはないです。さあ気持ちを切り替えていきたいところです。しかも相手ブスケスって言うんですか、ディフェンダーの選手は。前半一時で済むんだったらこれでいい。やめて、危ない。まるで鉄壁。オッケー。ここで前半終了のホイッスル。いや悪くない、悪くないですね。お互い1本ずつしかシュート打ってないし。さあ同点のままこの後半キックオフです。このまま行ってほしいけど、やばい。ここでメンバーチェンジがあります。いきなりレッドとかやめてほしいもんね。うわ、止めた。よく取れる。試合終わりました。いいよ。うわ、プレートカード。いやこれよ、弱いのにやめてよ。相手のフリーキックになります。いやこれちょっといかんわ。これで一人少ないのはまずい。します。相手が一人少ないんだったらね、まだちょっとって思うけど。左へアタック。オッケー。打っても頼む。オッケー。いいよ。でもあとね、30分近く残ってるんで、このゲーム内時間でね、あと27分ぐらい残ってるから。メンバーチェンジのようです。相手も一人ちょっとね、レッドで消えてほしいな。まるで鉄壁。よく取れる。やばい。うわー、いたんだろうな、ウジーンの。気がつかなかった。全然目立たなかったから。さあ追いつかれてからのキックオフ。ちょっと厳しいよね、人数少ないからな。打つんだったら打って。これはゴール決まるんだろう。すごい。
キックオフです。悪くない。やばい。シュート。オッケー。もう一発きそう。ああ。決まってしまった。でもいい勝負だよこれ。20万だからちょっともう一方的になるかと思ったけど、悪くはない。メンバーチェンジです。この後の流れに注目です。キックオフです。パスで繋いでいく。止めた。取られる。やばい。いやー、堀か。いやまあね、今までよく頑張った。相手のこのユニフォームいいな。ここで選手を変えてきました。さあ気持ちを切り替えていきたいところです。あと2分ぐらいですね。ワンチャンあるかなぐらいな。いやもう時間来た。ちょっとやめて堀か。うわもう一発きそう。ほらね、終わってみればね 3-5 でちょっとって感じだけど、途中まで全然悪くなかったですからね。1人レッドになってなければ分かんなかったかも。もうちょっといい勝負できたよ。いやちょっと残念でした。もう強いのは強かった相手でも、よく頑張ったこっちも。試合に負けたんでコインが3枚で BP5 を使ったんで15枚で、これ何かクリアしてる？あ、してなかった。じゃあマイナス 900×5 で4500。でも0から下がんないんで、もう次回もまたダイヤモンドからいきます。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。